ほら、早かったね。夏服待たせちゃった。いいね。そうな、行こうぜ。このホール今は KMN をやってるんだ。こうしていく。じゃあ中に入ろうぜ。あー、これどうしようかな。これはね、これは最高だと思うんだけどな。そうかしら。あー、ちょっと物足りないか。まあこんなもんだろう。まあ丸だったらいいだろう。今日はくそー、しかし真ん中だったか。なんかこいつ関心がないな、人に。くそー。あ、でですね、おそらくですけど、光がおそらく爆弾書いてるから、電話しないと。だいたいね、女の子の悪い噂が流れてるよっていうのがあったら、だいたい、あ、これ、ことこちゃん、いけるはず。ことこちゃん、あら、来た。来た。今度のデートからことこちゃんになるぜ。やったぜ。ねえ、いち早くな、光に電話しないとやばいんだよな。光、光。しかも光の誕生日やし。あれ？違うね、光じゃなかったな。よし、これ第3日曜だな。はい、部活、オッケー、完璧。光じゃなかったな、誰かな。白雪さんかな？爆弾抱えてるの。あげる。スニーカー、あ、スニーカーじゃなかったかも。ガラスの置物やった気がする。あー、ミスったか。これ1年前もらったよみたいなってなるんだろうな。嬉しい。お、入ってね。プレゼン、うん、どうぞ。ありがとう。まあまあ喜んでくれたかな。うん、中に入っただけ。うー、いやらしい。あら、うえー、今回どこに行こうと思ったんだっけ。ダブルデート、ダブルデートね、ダブルでね、連続日にちであれしようかなと思ったんだけど断られたな。で今回はプライベートライオン。そうだ、映画に来てるんだ。うわ、これどっちかな。いや、これは最高でしょ。それは褒めすぎって感じね。もうちょっとさ、褒めよう。じゃあ、物を。大事やぜ。俺が言うのもなんだけど。はいとー、ね、遊園地に来ました。まさに遊園地日和だな。さて、遊園地どこに行こうか。じゃあ、ジェットコースターじゃなくて、観覧車に行こう。ジェットコースター嫌いっていうのは知ってるからね。観覧車って。イエーイ、乗るぜ。もう一回乗ってるけどな。さあ、飛ばすぜ。風で揺れた時ちょっと驚いたわ。いやー、怖いよな。落ちたらどうしよう。落ちたら俺が助けてやるぜ。ほとこちゃんって怖いところ平気でいいな。俺は怖くなかったぜ。うわっ、思わず俺に抱きつきたかったんじゃ。うわ、どうしようこれ。めっちゃ難しいな。うわー、うーわー、難しいな。これ言いたいな、一番下。絶対怒るな。上かな。うわ、これ難しいな。マジ難しいな。ことこちゃんって怖いことを平気で言うんだね。俺は怖くなかったぜ。わはははは、なかった。一番下だな。思い上がるのはやめてほしいわ。そんなことをするくらいなら自ら進む。うーわー、やり直してー。では、うわ、やり直してーけど、セーブしないからやめよう。セーブしないからそのまま続け。うわ、くそー、一番上でもよかったのかな。あー、どこに行こうとしたんだっけな、覚えてないな。え、バス停ってことはどっか遠出だもんな。あれ、俺どこに行こうとしたんだっけ。あれ、コンサート会場とかじゃなかったっけ。こっちにしよう。ミスったらやばいぞ。あぶねー、おー、遅刻しちゃったよ。言い訳し、そうでもないわ。
おお、俺も言い訳しないからな。琴子ちゃん優しいとこあるな。もしかしてまたこの演奏会ミスった、同じ演奏会になっちゃうんだ。くそー、ごめん、帰っちゃうのかよ。先にくそー、そんなことがあったのか。そんなこと言ったらさ、先に断ってろよ。おい、ふざけんじゃねえよ。おい、まあいいや、とりあえず出て行こう。今回はバス停で、どこだっけ、あ、遊園地だ。そう、遊園地でリベンジ。そしてパレードがあるからね。そうね。で、観覧車に乗ると。また観覧車とか言われないかな。え、大丈夫なはず。じゃあ行きましょう。完璧、はい、完璧。そして、同じセリフ。はい、乗ってきました。窓が開けばいい風に当たれたのに。いや、怖えよ。遠くの匂いを運んで来るみたいだ。風はすべて同じだよ。冷たくてちょっと在に。上だな。遠くの匂いか。おい、上出来よって完璧だな。そろそろナイトパレードが始まるみたいだね。やっと遊園地らしくなったわ。まあいいや、いい場所取ろうよ。ウェーイ、パレード、最高のパレードね。祭り神輿より盛り上がるね。それはちょっとダメだな。あの姫様、琴子ちゃんに似てるで。あんなに美人じゃないわ。ウェーイ、割といい演奏、ね、一番上と一番下は多分丸だな。この前も来たから。じゃあ途中まで。知ってるよ、知ってるけど、しょうがないじゃないか。だって祭り行くしかないで、合宿来たぞ。確かね、この合宿でイベントがあるんだよ。今日から合宿だ。気合入ってるわね。あれ、これ同じかな。そう、静かに消えるよ。でもあなたは浮ついてる方だから。そうかな。私から見れば。よーし、頑張るぞ。あ、乗せられてしまった。これはあんまり変わってないな。ちょっと変わったけどな。で、何これ、来た、イベント。何って、カレーだけど。もしかしてカレー初めて。そんなことあるわけないでしょうが。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。何もそんなに怒らなくたって。別に怒ってないわよ。めっちゃ怒ったじゃん。ま、早く食べようよ。あれ、食べないの。いただきます。すげえ叫んだな。あの琴子ちゃん、どうしかしたの。すげえな。あ、おおおおおお、ほら、水。ちょっとあんた、私を殺す気？カレーだぜ。そんなつもりは。それにこのカレー全然辛くないよ。あんたに辛くなくて、私には死ぬほど辛いのよ。それなら早く言ってくれればいいのに。もういいわ。それより他に。ありません、ご飯と福神漬けなら。何よそれ。いや、しょうがないだろ。こんなイベントはあるんだっていうのは知ってたけど、こんなに早くイベントあったんだ。カレーダメっす。あ、でも有効度以上はあるんだな。よーし、おっ、来たー、琴子ちゃんって。ウェジシューガーが、たまらん。すげえな。見えたな。前回やった時は多分流してないと思うけど、好調だったからな。最悪だったもんな。よし、じゃあもうパレードと、コンさんとはもう無理だから。あら。てか、全然ときめきしねえな、こいつ。なんで？
そういえば今日は花火大会だったな。どうしよう、女の子を誘う、誰を誘うかな。ことこちゃん。あらあら、マジか、断られたし。普通に絶対いけると思って、もう絶対動画飛ばすところだったら、もう一人で行くわ、一人で行くか。寂しい。ことこちゃん会わんかな。結構たくさん人がいるな。あ、そろそろ始められるみたいだぞ。うわ、寂しいな。一人で花火なんて最悪だ。これ絶対断られるんかな。最悪だよ。綺麗な花火だったな。なんか寂しいな、帰ろう。マジかよ。ことこちゃん、寂しいからデートしようよ。あら、なかなかときめきなんないな。ときめき全然なんねえぞ。おい、このボーリング場は結構人気があるんだ。へえ。あ、暇じゃねえし、ふざけんなし。俺はゲームという忙しいイベントがあるんだ。毎日どうしてまっすぐ転がってくれないの。ちゃんと投げたじゃない。お前下手だからだ。回転がついていたけどボールが重いんじゃない。下手だな。いやーボール回転なんかつけてないわ。まあこんなもんだろう。まあこれはね、まあこれは丸だろう。今日はなかなか、じゃあ途中までです。てかいつこいつときめきすんだよ、長いな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。